岐阜県大垣です。今日は、愛知県とか、まあ、それから静岡県とか神奈川県は行ってないんですけど、東海地方、まあ、東海道線沿線のいろいろなところを見て回ってきまして、この前は岡崎でしたが、そこでですね、いろいろ遅れを取った関係で大垣の見る時間も40分ほどしかありませんが、ともかく見ていきたいと思います。大垣というと鉄道マニアの間ではね、大垣夜行とか言って、昔からあの旅行が好きな方も皆さんご存知じゃないかなと思いますけど、東海道線を安く移動する列車の目的地になったりしていることで有名なところですが、大垣が鉄道の町として栄えたのはこれから先戦をやりました関ヶ原の峠があるからでして、そこを越えるためにここにその峠越えのための機関車みたいなものをたくさん配置して、それで鉄道の町として中心に栄えて名が知れているところになっております。で、まあ、それはね、でも今の時代あんま関係ないんですけど、別に大垣はまた他にも有名なものがありまして、こちら和菓子屋さんですけど、和菓子とかそういったようなものもたくさん売られております。大垣はもともと水の町として有名です。水が湧いているようなモニュメントとか、どっか噴水とか駅前にないかなと思ったらちょっと見当たりませんが、そこにも何か船のようなものですね、あれがそうなのか分かりませんけど、モニュメントみたいなのが置いてありますし、ここは湧き水が大変よく湧くところということで、美味しい湧き水を使ったその和菓子とか、それから船下り川下りみたいな、そういうのもねよく知られているところです。短い時間の夕方ですけど大垣はこんなところかと、ちょっと見ていきたいと思います。なんかよく分からない、やる気があるのかないのか、いまいちよく分かんない噴水ですが、地味に向こうからも水が超地味ですけどね、出てるんですね。でこっちにもこんな風にこう水がやっぱり出てまして、まあという感じですけど、でもやっぱりなんていうか長いですよね。普通の噴水ってこんな長く流れみたいなものをねこう主張しがちにはならないのですが、あっちにもまた噴水があって、噴水だらけ、あ、確かに水の町という感じだなと、もう駅前の様子を見ても思います。そしてまた後ろには、またでさっきのところからあの5分の30秒も歩いてないですけど、ここにもまた和菓子屋さん、すごい伝統のありそうなものこれバンですね。こちらに上がってるこの、これなんて言うんだっけ、これは上りか、これは宿敵飛騨牛です。飛騨牛っつってもう分かる人いないだろうな、あんまり。船下り乗船場スイートピアセンター、水の都のスイートですよね。それから、まあ、トイレとかあんま関係ありませんけど、大垣城、ここはお城もありました。あとは清水駐車場というのは水の町と何か関係があるのかないのかちょっと分かりかねます。大垣は昔本当にそこら中で水が湧いてたらしくて、ここにあるこれが湧き水なのかそれとも水道水なのか分かんないんですけど、でも川魚みたいな動きの素早い魚を、鋭い魚を飼ってますんでね、錦鯉みたいな綺麗なのもいますけど、こんな風にこれ分かりますか、これ商店街ですけど、こんなところで水仙みたいなのも育ててますが、お魚飼ってるんですね。やっぱりこういう水のある風景ってのはいいもんですね。私結構こういう感じのとこ好きですよ。一応魚ってね、そのまま水道水で飼っちゃいけないことになってますんで、塩素とかそういうのあるからね、だからそれじゃダメなんで、湧き水を使ってるのかなと思うんですけどね、分かりませんけど、多分そうだと思いますよ。でも
こうさっき の, あの魚飼ってるところとはまた別でこっちでもねこんな感じ の, この水がひたひたしてるようなところがあります。さすがに今日湧き水をそのまま使うよりは大垣市もねの水道浄水道を使ってるんだと思いますけど、それでもやっぱりその昔の名残みたいなものはあちこちで見られるもんですね。今大垣城のお堀のところまで来ました。お堀まで、失礼、お城まであと300メートルだそうですが、これもまた何やら水っぽい感じ、これが何なのか分かんないんですけど、まあ何らかのこういう、まあ、なんていうんですか、こういうやつですよね。これもやっぱりこう関係があるのかなと、まあ、大体あるでしょう。佐渡島でもやっておりますけどね、こういうたらい船ですか、こういったものに乗ってちょうどすぐそこを流れておりますこの川のところなど進んでいくというのが大垣の町の楽しみの一つなんだそうです。涼しさを我宿にして眠るなり、これは尾花沢、これね確かね、なんだっけ、あれです、奥の細道の最後が大垣だったんじゃないのかな、最終回が、そういうあれだったような記憶がありますけど、特に何も書いてないな、これ奥の細道のあれだと思いますよ、違うのかな、やっぱそうですね、奥の細道の最終回はこの大垣だったようです。でその後あの船で桑名に行ったなんて書いてありましたけどね、こんな風に川のほとりへ出ることができて、チャプチャプチャプと何だかそういう音がしているのも聞こえます。コウモリが飛び交ってますね。あんまり多分川自体はあんま関係ないのか、まあ、なくはないですよ、もちろん川もこの雰囲気もとても素晴らしいんだけど、どちらかというと私の中での大垣何が有名かといえば川というよりは湧き水かと思いますので、湧き水とそれから水まんじゅうが有名ですしね、私は水まんじゅうが何よりも好きなんですよ。静かさや岩に染み入る蝉の声書いてありますね、あの水まんじゅうが食べたいんですが、多分時期的に今は売ってないだろうな。そしてまた、これからですね、私は次なる目的地、あの東海道は草津宿、滋賀県まで特急で行きますので、特急の発車時間も迫っているからあんまりのんびりもできないという感じなんですけどね、こういうねスピーディーな焦りがちな観光の方がね意外と思い出に残るものです。あ、いいな、何も分かんないと思いますけどね、あの想像してくれます、今皆さんの想像力が試されています。これ YouTube なんで本来は想像力みたいなものが必要ないのかもしれませんけど、うちのチャンネルに常識は通用しませんのでね、あの想像してもらいたいんですけど、そこにねこう流れてる川が、あの中にこう長い葉っぱの長いね水草があるんですよ、あの細長い勝負みたいなやつね、あれが水の中でこう川の流れにこうそのままなびいてね、ピタッと横向きになってね、こういい風情じゃないですか、わかりますか、見えないって言ってもまあいいんですよ、それを感じるということが重要です。そして皆さんが行きたくなったらそのうち大垣においでになってみてください。またね、これぐらい私みたいにそう頻繁に旅行した人間になりますと、もう大体あそういうものがというのがわかると、もう脳内で合成してその素晴らしさを感じることができるんですね。まあ大体こんなもんだということですよ。そしてさらに皆さんの想像力が試されますが、なんと明日、今日ではありません、明日ですけれど水の都大垣たらい船ということですね、綺麗な格好した嫁さんみたいな人が、ここにちょうどこんなのが出て、こういう赤いここからですね船に乗って、それでこうざまーっとこう船たらい船に乗ってこう出てくみたいな、そういうお祭りがあるらしいんですね。ただし明日です、私明日は広島に行きますんでね、ちょっとそれは見られないわけですけど、ここでこう皆さんの想像力をご活用いただいて、はいはい、今こうお嫁さんがあのたらい船に乗って今出て行きましたとこう見てもらえれば、素晴らしい大垣、11月4日の体験をこう今 YouTube を通して皆さんはなされたわけです。高砂手洗い場、トイレですね、トイレ綺麗だな、結構大垣市本気出してるぞ、トイレ暗いけど多分入れば着くんだろうな、着いた。それからですね、ここに被爆地の跡とこういうのがあるんですけど、大垣もあの空襲を受けたところで有名なんですよね、鉄道の町で確か駅が空襲されたんじゃなかった、まあ駅だけっていうか、まあ、町全体やったわけですけど、あの大垣空襲ってのも私も名前は聞いたことがありまして、まあ、有名なのではね、あの大阪大空襲とか東京大空襲とか名古屋空襲とかいろいろありますけれど、大垣もかなり空襲の被害が大きかったところだったそうです。よし、あったあった、やっぱ大垣に来て湧き水を見ないってわけにいきませんからね、車が来てるか、
なんか私の予想してたのより結構すごい湧き方だったんですよね。驚きましたよ。地元の人なのか観光客なのか分かんないけど、汲みに来てる人も多かったしね。あの地方になるとやっぱりこういうところでも水を汲みに来る人って多いような気がするんだけど、大きな街中で水汲みやる人ってのはあんまり見ませんよ、このレベルの街になると。ちゃんと根ざしてるんだなって感じがしました。もしくはあの湧き水がやっぱり大垣は水の街ということで有名だから定番観光地なんでしょうか。なんかこうワゴ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 とか言って音を立てて何の音してるんだろうなって、まさかね、あの湧き水のところに向かってて水の湧いてる音、水の音がしてたわけですけど、まさかそんなに勢いよく出てるとは思わなかったんでね、あれは驚きましたよ本当に。私って本当何やってんだって感じなんですけど、大垣の街を見て回るに、まあ当たり前どんな街だってね、あの40分とかで観光なんかできるわけないんですけど、まあ一生懸命やって、とりあえずはこういうところだというのを今回は下見がてら見ましたんで、次に何かまたね、東海道を旅するときには、よしじゃあ大垣のあそこ行ってここでこれを食べて、水まんじゅう、そうそう、あの水まんじゅうなんですけど、ここにもなんかこうあるな、これはただ浄水か、別に関係ないか。あの水まんじゅうっていうのは大垣発祥の食べ物らしいんですけど、もう とっくりじゃないや、おちょこみたいなやつの中にまんじゅうを入れて、大垣の美味しい湧き水と一緒にこうスルッとこうやって食べるという美味しいものらしいんですけど、でもね、あの3月から9月ぐらいまでしか売ってないらしいんですよ。で今11月2日なんで、あ11月3日なんで、まあ、多分食べられないだろうと。探せばあるかもしれないですけどね。そういうところです。私もあのスーパーで売ってる水まんじゅうぐらいだったら食べたことありますが、美味しいですね。大垣でぜひ本物を食べてみたいんですよ。いやしかし城下町だからなのか分かんないんですけど、斜めに抜ける道がないんですよね。駅までだからこういう垂直移動するわけですけど、ちょっとそれがやっぱ困るというかね、こうじゃなくてこう行くのはないのかっていつも思いながら、それであの城下町の散策をするものです。あと列車が出るまで6分で、距離駅まで300メートルぐらいですから、まあ間に合うはず。こういうギリギリ観光旅行を何度も私はやってきましたんでね。あさっき言ってたな、これね、こういうやつですよ。ピントが合わないな、これですね。ちょっとここで映すとあんまり綺麗じゃないように見えるかもしれませんけど、なかなか昼間になったら綺麗そうでしょ。今日の青空だったら絶対昼間美しかったですよ。なんか岡崎でもこういうの見たんですけど、別に日本航空だけが使ってるものじゃないのかな、そもそも鶴丸マーク。なんかそんな気がしてきましたね。お寿司屋さんのようですけど、駅前に3個目の噴水ありましたね。いや4個目というべきか5個目というべきか、とにかく沸かせられるところから沸かし尽くしているという感じです。